マジカルエイト、どうも、まおかちゃんです。エイトボールチャンネルやっていきたいと思います。本日はですね、待ちに待った燻製の動画なんですけど、雨最近めっちゃ晴れてたのに、こんなね、雨の日になってしまいました。もう今日やるしかないんだよね。なるべくあの屋根のあるところで撮ってますが、いろいろと苦戦しております。とりあえずね、今から手順として燻製の準備をして、燻製を開始ということで、今日は一人じゃないんで、みんなで食べていきたいと思います。じゃあ、まあ、準備の方行ってみましょう。ということで、ある程度準備が整ったので、まずね、こちらのこの間動画で紹介したキャメロンズの燻製機ね、まあ、蓋と、まあ、この間も説明した通り、ここにチップを入れて、これで蓋して、蓋っていうか上に置いて、下から熱して、その煙でここの燻製するっていう仕組みになります。なんで、まずはちょっとチップを入れていきたいと思います。で、こちらのチップですね、分量なんですけど、結構多めの方が、まあ初めてやる人は多めの方がいいよってことだったんで、結構動画見ると入れてる量みんなまちまち。これはね、この間動画で紹介したユニフレームの、ね、北海道フレーバーチップ桜でございます。で、これで蓋をします。入れすぎた、まあ大丈夫。まあ大丈夫でしょう。1回目なんでね、いや今日花粉症がすごくて、もう鼻がやばいんですよ、ズビズビで、鼻ズビズビです。よいしょ。そしたらあとは買ってきた具材をね、ちょっと乗せていって燻製するだけなんですけど、じゃあ買ってきた具材の方を紹介していきたいと思います。
らがウインナーと厚切りベーコン、まず第一陣です。であと、チーズが見えるかな、なんかね、溶けるとあの下にビヨンってなっちゃうってことなんで、スキレット、メスティンカの、蓋をに乗せて、何でしょうこれ、なんだっけ、普通のプレーンのチーズとなんかカマンベールチーズめっちゃ混み合わってるじゃないですか。あ、カマンベールチーズを交互に配置しました。あとは避けるチーズ。これでじゃあちょっと第一陣、初めての燻製なんでちょっと緊張しますがやっていきたいと思います。まあ、あとは簡単でこの蓋をね閉めまして、あとこれ火つけて、20分ぐらいですかね、待つような感じになると思います。20分タイマーかけて、20分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。ベルサスでなんかキャラクターみたいですあ、こっちがやっぱあったかいあったかい、いやいや、窓窓だったらいいですよね。なんかちょっと匂いしてきません？でもこれが気によって多分この四隅の穴からなんか煙が出るらしいです。え、なんかここら辺いるとちょっと匂いする。これ穴ある、穴ある。このままのチーズ開けたらちょっとあったかくなってる、ただのチーズ出たくない
何分だったどうしたのタイマーの場所が分かんないですね入れてもらうと何分？エシリー、あと何分？タイマーの残り時間は約14分です。後半くらいです。はい、ということで、20分経ってちょっと5分置いたので、開けていきたいと思います。こちらのね、ユニフレーム、あ、違う、ダメこれ、あ、スノーピークのお箸で、でもなんか、チーズの匂いもうしません？嘘、しません？チーズの匂い、え、これなんかこっち側だけかな、バリバリなんかすごいチーズ臭がここら辺いるという。しません？あ、わかんない。よいしょ、オープン。うわぁ、おー、すごい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 、あー、すごい。溶けてる。本当だ。溶けるチーズ。うわ、え、ベーコンめっちゃうまそう。すごい。これ。チーズはこっちか、ベーコンを切り分けます。
んだこの氷。本当の燻製ってこういう味だったんだ。めっちゃ香りつきますね。うまい。うまっ。燻製感強い。燻製感強いですね。食べようもんね。あ、すごいですね。これすごいですね。普通のやつ、なんか普通のやつより燻製の香りが強い。これが本当の燻製だったんだみたいな。ちょっともう、これはこの禁断の、うわっ、あ、うまい。うまいっすね。レッチリプレーンとカマンベールどっちも。どっちがどっち？プレーンカマンベール、プレーンカマンベール。あー、カマンベール。でも俺個人的にソーセージめっちゃうまいんですよ。やばいね。ソーセージやばくないですか？なんか旨味爆発みたいな。うまっ、すごい。ソーセージやばいっすよね。うまい、これ。うまい。あ、すごいな、燻製の。これすごいっすね。ちょっと舐めてたかもしれない、燻製。ちょっとじゃあ、かけるうちに半分ぐらいは。避けちゃった。次はちょっと変わり種で肉まんとシューマイ、あとうずらの卵とソーセージと、あとちょっといい方のカマンベールチーズをやってみたいと思います。これどうなるか、肉まんちょっと分かんないですよね。未知、やっていきたいと思います。はい、出来上がりました。ちょっとね、風が強いんで、傘で、風の音を遮ってもらって、僕だけで一旦食べてみたいと思います。何から、じゃあ、
うずら1個いってみます。あ、強い。寒いうまい、うまい。次シューマイいきます。あ、シューマイうまい、これ。そうなんだ。いや、シューマイいいかもしれない、これ。うまっ。桜との違いはある？あ、ありますね。あ、そうなんだ。なんか俺も桜の方がでもやっぱ好きかな。匂いの付け具合がやっぱ桜の方が強い気がする。で、次、問題の大丈夫かな、肉まん、いってみたいと思います。俺は普通の肉まんの方が好きかな違う。なんかうんってなりますね。食べた瞬間にうんってなって、あ、まあまあまあみたいな。あの、燻製はされてる。されてます。カマンベリー。まあ、これは間違いない、うまいです。ちょっと寒いんで、こっからはちょっと俺ん家でやりますあの、寒くて仕方ない。もう、あの、帰りたい。寒くてちょっと外で撮ってらんないんで、ちょっと場所移したいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ということでいいっすよ、全然映った。ね、お外でクルゼして、家に帰ってきて、とりあえずね、あのマチュピチュ君も合流して、その間にホラーゲーム配信もして、っていうような感じで、今もう完全に夜なんですけど、最後にね、今日まあ外の燻製は成功ということでね、次ですね、マクドナルドを燻製したら俺美味しいんじゃないかなって言って、マックの燻製っていうのをね、ちょっと一回試してみたいと思います。じゃあどうぞ。これがポテサラでございます。ポテサラの燻製、チーズ、シューマイ、ここら辺はもうやったやつですね。今までで一番。とりあえずポテサラだけまだ作ってなかったんで食べてみたいと思います。どうだろう。あ、あ、うまい、普通にうまい。ちょっと、じゃあみんなで食べましょう。染み込んじゃってる。鼻の粘膜の花粉。ついてる。はい、ということでね、マックの燻製が出来上がりましたので、ちょっと食べてみたいと思います。ナゲットからいこうかな。じゃあナゲットからいきたいと思います。結構なんか色はあんま分かんないかも。ちょっと焦げてる。はい、じゃあいただきます。あ、おいしい。はい、ナゲットうまい。ナゲットうまい。
うん、ポテト行きたいと思います。あ、ポテトいいわ。ポテトいいわ。あの香りがすごいついてる。じゃあ次、シャカシャカチキン。すいません、今日ちょっと長丁場で雑になってるかもしれないですけど、いただきます。うん、なんでベースフラワー。うまい、うまい、おいしいです。これマックのアリスね、燻製。ということでね、今回いろいろ燻製してみました。第1弾です。ちょっとね、このシリーズ続きますので、よかったと思ったら、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で、バイバイ。Ha ha ha.